写真拡大。11日のムーンライトハンデキャップを一番人気で制し、オープン入りを果たしたフライライクバード、オス4歳、立東、友道康夫厩舎、父スクリーンヒーローは、8年に父が勝ったアルゼンチン共和国杯 G2、11月7日、東京競馬場芝2500m、友道調教師は14日、中京競馬場が良かったというよりも、休み明け返し場から雰囲気が良かった。今日14日に放牧に出て再度一息入れ、満を持して子馬重ね賞に初挑戦。アンアネシングウィズジョイは重賞を2勝しており、本間も昨年の青馬賞 G2 で2番人気8着に押された。素質馬だけに目が離せない。S で3着に入り、秋華賞 G1 10月17日阪神競馬場芝 2000m の優先出走権を獲得した。同厩舎のミスフィガロに関しては、相変わらずゲートの一歩目が遅かったけど、心身ともに成長を感じた。ゲート練習をして本番に備えたい。ジョッキーは未定ですとトレーナーは明かした。